梶本次郎二2月17日から1932年3月24日は日本の小説家。感覚的なものと詩的なものが融合した簡潔な描写と史上豊かな透明な文体で20編余りの商品を残し、分断に認められて間もなく31歳の若さで肺結核で没した。死後次第に評価が高まり、今日では 近代日本文学の古典のような位置を占めている。その作品群は、新境小説に近く、三作で目にした風景や自らの身辺を題材にした作品画種であるが、日本的自然主義や私小説の影響を受けながらも、感覚的詩人的な側面の強い独自の作品を作り出している。かじいも次郎は、当時のごく普通の文学青年の例に漏れず、 夏目漱石や森鴎外、有島武雄や賀直哉などの白樺派、大正期デカダンス、西欧の新しい芸術などの影響を受け、表立っては新しさを誇示するものではなかったが、それにもかかわらず、カジイの残した短編群は主玉の名品と称され、世代や個性の違う数多くの作家たちから、その魅力を語られ称賛されている。年月日、 大阪府大阪市西区、土佐堀通り五丁目三十四番地屋敷に、父、宗太郎、母、久の次男として誕生した。両親は二人とも1870年の生まれで当時、数え年32歳、共に、明治維新後に没落した、家人異性の刀屋の出であった。父親を早くに亡くし、第三銀行大阪支店の出地から苦労してきた、宗太郎は、 貿易会社の安田運搬所に勤務し、軍需品輸送の仕事に就いていた。この安田運搬所の西隣に、一家は住んでいた。宗太郎は、久とは再婚で、婿養子であった。久は、明治の女子教育を受け、幼稚園の保護として、勤めに出ていた。同居家族は他に、祖母、末、祖父、秀吉、5歳上の姉、藤、2歳上の兄、健一がいた。 元次郎が誕生した同年9月には、父、宗太郎と、芸者、磯村福の間に、異母帝にあたる純蔵が生まれた。日露戦争の特殊により安田運搬所は、大砲の輸送で潤い、主食を好む宗太郎は、接待などで茶屋に通っては放納な日々を過ごしていた。1905年10月、元次郎が4歳の時に、 一家は大阪市西区江戸堀井南通り4丁目29番地に転居。翌1906年1月17日に弟、吉尾が生まれた。1907年4月、6歳の元次郎は西区の江戸堀人城小学校に入学。式の時は袴をつけ、平素は紺がすりの着流し姿でゾり袋と風呂敷包みを持って登校した。同月、母。 久は、あがり栄養うじのほぼをやめて家庭に入った。しつけに厳しく教育熱心な久はオルガンを弾きながら、歌い、子供らに、和歌の百人一首、万葉集や古典の源氏物語、平家物語、南宋里見八犬伝を読み聞かせ、よさの秋子や岡本かの子の文学の話をした。総太郎は家を帰り見ず、金も入れないこともあったため、 久は子供を道連れに堀川に身を投げ自殺しようと思い詰めたこともあった。元次郎は元気な子供で、夏は兄と中野島の水泳道場に通い、川に飛び込んで遊ぶのが好きであったが、1908年1月に急性陣営にかかり、危うく死にかけた。同月21日には自定、イサムが生まれた。1909年12月上旬。 父の安田昌司号名会社東京本店への転勤に伴い、一家は祖父、秀吉を残して上京。品川の旅館、若木屋に数日滞在した後、東京市芝区日本江の木西町三番地の狭い借家に転居した。千学寺を見下ろす高台の家で、伝統もなく、ランプで生活していた。1910年1月、元次郎は兄、健一と共に、 芝八金の私立小坂井尋常小学校へ転入し、がすりに袴を吐き下手で通学した。この学校は、プロテスタント系の小坂井女学校の付属校で、ハイカラな気風と西洋的な自由主義教育と、英語教育がなされ、岩やサザナミがアンデルセンなどのおとぎ話の講話を行っていた。兄弟は当初、大阪っぺとからかわれたが、兄が紙飛行機を学校に広め、 元次郎も、兄と一緒に徐々に、東京山の手の幸風に馴染んでいった。父、宗太郎は左遷されたという憤満もあって、叫びたりの日々であったが、やがて元次郎の異母帝、阿保氏淳造の親子らも上京させ、別宅で養い始めた。そのため家池の家系は七夜に通うほど休泊し、母、久は内職に励み、高等小学校に通う姉、藤士で、 レース編みの内職で家計を支えた。祖母、末の肺結核も進行していた。この年の9月30日に、末程、両吉が生まれた。1911年5月、再び父が転勤となり、一家は、三重県島郡鳥羽町1726番地の広い、社宅に転居した。社宅は、漁船が行来する入り江近くの高台にあり、日和山が見えた。 安田系の鳥羽造船所の営業部長となった宗太郎は、羽振りが良くなり、一家は、東京から来た重役の家族として、地域の人から敬われた。漁師の子が皆ゾウの中、革靴を履いている元次郎は、重役の坊ちゃんと呼ばれ、東京の頃と扱いが一変した。元次郎は、姉と共に、社宅の左隣の鳥羽神城高等小学校に、転入。兄、健一は、 三重県立第四中学校に入学して、宇治山田市の寄宿舎生活となった。元次郎は、夏休みで帰省した兄や友達と海で泳いでサザエを、取ったり、裏山のお社、グリさんや定石を駆け巡ったりした。自然に囲まれた環境で健康的な少年の日々を、過ごし、最も幸福で充実した日々であった。鳥羽の海の景色は、以降の断片、海に描かれている。 しかし、兄弟たちは、祖母がしゃぶっていた目玉をもらって、舐めたりしたため、やがて5人が、初期感染することになる。この年、イボテー、淳造の母親、磯村福が腎臓病で死去し、純造と、その世祖母、菊が、家事一家と同居するようになった。翌1912年4月、元次郎は6年生に新旧支休長に選ばれた。同月、 大阪時代の江戸堀神城小学校6年生、一行150名が鳥羽に卒業記念旅行に来た。元次郎が彼らのいる旅館を訪れると、かつての同級生と先生らは歓迎し、人気者だった元次郎をたちまち取り囲んだ。1913年3月、全校の優秀な成績で小学校を卒業した元次郎は、4月に兄とお馴染み江県立第四中学校へ入学し、 宇治山田市一市長にある兄の下宿先に同居した。そこは兄の同級生、杉本育之助の家で茶人で郷土市屋の杉木夫妻宅であった。第四中学では洋楽に造形の深い音楽の先生に楽譜の読み方を習い、これが音楽愛好の基礎となった。6月5日、64歳の祖母、末が肺結核で死去し、祖父、秀吉は、 数ヶ月前の2月に大阪で死去した。9月、鳥羽と宇治山田間の鉄道が開通し、新学期から実家の鳥羽より兄と一緒に記者通学した。この頃、二人は近所の球場主の老人に剣道を習っていた。10月、第4中学の検証短文で秋の明けぼのが3等に入選し、交友会誌交友に掲載された。同月中旬、父が 大阪の安田鉄工所の初期として転勤し、一家は大阪市北区本庄西門玄町1191番地に転居した。元次郎と兄は再び宇治山田市一市長の下宿から通学するようになった。1914年2月、一家は大阪市西区強南通り2丁目35番地の借屋に移転。4月、兄と共に、 名門の旧姓大阪府立北の中学校の学力、検定試験を受けて合格し、元次郎は2年生に転入した。学校のある北の柴田町まで30分ほどの道のりを兄と一緒に徒歩通学した。元次郎は水泳と音楽が好きな少年で、可愛げのある接し方で人気があったが、表面的には比較的おとなしく目立たない生徒でもあった。 翌1915年8月20日、身体の弱かった9歳の弟、吉尾が、脊椎カリエスで死亡した。同月、日本はドイツに戦線復刻し、第一次世界大戦に参戦。安田鉄工所は、陸軍、海軍交渉の特別指定を受け、父の仕事は多忙となった。1916年3月、元次郎は、成績上位で3年を終了。イボテ 順蔵は高等小学校を終えると、北浜の株屋に方向に出された。道義心の強い元次郎はこれに同情し、北の中学に退学届を出して中退。自分も筋向む会のメリアスドン屋のデッチとなった。4月に兄は大阪高等工業学校電気課に入学した。順蔵は元次郎に気兼ねし、長崎に移っていくが、不憫に思った父が順蔵を家に連れ戻した。 この年、祖父、秀吉の残した金千円を元手に、母は父に勧めて、自宅を改装した松木屋、品のクラブを開業。店は繁盛した。1917年2月、元次郎も奉公を辞めて、家に戻り、母の説得もあって4月から、北の中学4年に復学。修生の友となる同級生の宇が、甲、う、旗田敏夫、仲井で、 牛三ミらと信仰を持つようになった。彼らの間では、元次郎の広志号は、熊であった。またこの頃、同級で野球部の美少年、桐原真嗣に惹かれて、同性愛的志望を持った。この年から、兄、健一は、結核性リンパ腺炎で手術を重ねた。1918年4月、5年生に進級した元次郎も、 潜伏していた結核性の病で寝込むようになり、一学期は33日間も欠席した。その時に兄に差し出された森鴎外の水末集、翻訳、即興詩人を読んだのをきっかけに読書傾向が少年クラブから文学作品に変わった。同年6月頃から兄が兵庫県向軍魚先町のよりの千田地笠さぶろ宅に書生として寄宿した。 元次郎も時々そこに遊びに行き、池田家の神戸市中に通う元次郎の兄弟と交流した。健康を取り戻した元次郎は9月の新学期から平常通りに通学した。兄が同級、橋田慶三から借りた夏目漱石の全集、漱石全集を元次郎も読んだ。1919年3月、元次郎は成績中位で、 大阪府立北の中学校を卒業。兄も住友電線製造所に4月から入社が決まった。元次郎も兄と同じ電気エンジニアを目指し、第一志望として兄が卒業した大阪高等工業学校電気科を受験するが不合格となった。この頃、父の友人、池田鹿三郎の弟、竹三郎の娘への恋が募り、彼女への思いを友人らに書き送ったり、 兄の同級、橋田慶造に打ち明けたりした。この頃、手紙の中に、夏目漱石の失恋の絵詞を写し書きしたりした。場所も遠く、学費のかかる、第三高等学校への受験を母に懇願し、承諾を得た元次郎は、猛勉強に励むと同時にますます漱石に傾倒し、兄が買ってきた、再販の漱石全集を手に取り、明暗を夢中で読んでいた。 5月に出した友人の手紙には、漱石の三四郎の影響から、ストレイシープと署名し、6月には、カジー漱石と署名した。7月、元次郎は、南禅寺の草案に泊まって、試験に挑み、第三高等学校の理科校類に無事合格。中学同級の宇が、甲、中井で牛光、一年上の矢野茂も一緒に合格し、 畑田敏夫はただとしおは、神戸高等商業学校に進んだ。同月末から8月、兄と富士山登山をし、そこ倉温泉の津屋に一泊した。9月、大阪毎日新聞有刊に連載中の菊地広市の友と友の間を愛読。通学のため京都府上京区二条川東大文字町160番の中村金七方に下宿した。入学式の後、 丸田町通りの古書店を歩いた。1919年9月、三高理科校類に入学した元次郎は、同校に一緒に進んだ北の中学時代の友人らと交友。彼らの下宿を回った。矢野が持っていた蓄音機でクラシックレコードをかけて、バイオリンを弾き、みんなで楽譜を片手にオペラを歌うなど楽しい時を過ごした。元次郎の下宿は長屋で狭く、 重病人の老人がいたため、10月からは寄宿舎、北梁第五室に入った。部屋は1階が学習室、2階が寝室となっており、同室には室長でラグビー部の2年生、いつみしげ文乙の中谷高尾と文兵の飯島忠がいて、文兵の浅野明もしばしば部屋にやってきた。東京一中出身の飯島と浅野は同校で回覧雑誌。 リラの花を作っていた文芸仲間であった。元次郎は中谷隆夫、飯島忠、し、浅野明の文学談義に耳を傾けていたが、難しくてついていけなかった。この頃、ロシア大歌劇団の来日公演があった。うがこうは言ったが、剣を買う金がない元次郎は仕方なく寮の中で、カルメニア、ファウストを朗々と歌った。しかし十一月頃から次第に憂鬱になり、 授業に興味を失っていった元次郎は、学校をサボって、銀閣寺を散歩したり、美術展に行ったりする日々を過ごすようになった。1920年1月に風邪をひいて実家に帰り、39度の高熱で寝込んだ。2月に寮に戻った元次郎は、自己改造を決意した。哲学に興味を持ち、寮の友人たちと自己解放について、徹夜で議論をした。宇賀ややのとは、 雪の積もる東山を散策するなどした。映画マニアで映画雑誌に洋画表を書いていた飯島忠の影響から、元次郎は谷崎純一郎の女人申請やウォルトホイットマンの草の葉も読んだ。また飯島忠や浅野明を通じて作曲趣味の文兵の小山田義和とも親しくなり、音楽にもさらに本格的に傾倒していった。2月には、 中谷隆夫が、室長の泉重夫と喧嘩をして、寮を出て行き、ほどなくして、飯島忠氏も、寮を出て、中谷と同じ下宿の向かい部屋に移って行った。4月から寮を出た元次郎は、上行九条土地を山町小山の赤い方に下宿し、実家から、漱石全集を持ってきた。漱石に浸水していた元次郎は、漱石全集のどこに、何が書いてあるかを、ほぼ暗記していた。 この頃も銀閣寺に行き、熊野若王子神社を散策した。また、新京国や寺町に行き、江戸カフェの女給、お初に惚れ、タバコを吸って酒も覚えた。自分が女にモてない、怪異な顔だということは諦めていたが、科学の才能がなく凡庸であることで天と親を、恨んだ。元次郎は、実家の店で慣れていた生い同級が得意で素人、離れした腕前だった。 また日曜ごとに、宝塚少女歌劇団を見に行っていた。この頃、中谷隆夫の下宿に行った折に、志賀直哉の短編集、夜の光を進められ、飯島氏に、廃病になりたい。廃病にならんと、英、ええ、文学は出けへんぞと三条大橋の上で叫んで、胸を叩いたこともあった。谷崎潤一郎の影響からか、友人への手紙に、梶井い淳二郎などと署名した。 1920年5月に発熱し、六幕炎の診断を受けた元次郎は大阪の実家へ帰った。4ヶ月の休学届を出し、6月は病床で小説を読みふけった。7月に落第が決定し、8月初旬から姉夫婦の住む三重県北室郡船津村あざ上里で天地療養し、熊野にも行った。元次郎は山里の素朴な自然の生活の中で、 自身の長人根性を反省したり、両家の作詞をしてみたりした。9月に馬車で行った尾瀬氏の医者に、敗戦語ると診断され、一年休学するように、言われたが、重い病状でなく、アユトリやメーテルリンクの、貧者の宝を読んだりした後に実家に帰った。道島の海星病院でも、敗戦語ると診断され、母からも学問を諦めるように通告された。 納得できない元次郎は友人に気楽なことでもして生活のあんこを図れという母は憤慨にえんと訴えた。生命がある以上は各自の天品の仕事があるはずだ。それにこうつて有用を邁進するのみだ。生命を倍太い不ことが一万一仕事を枯らすということを意味するなら死んだ方が優しだ。罪の多い生活をつないで行って 自然に死ぬまで待つくらい並ぶツーとやるか、ズドンとやる方がいい。梶井い次郎、宇賀や寿しの初刊10月、元次郎は、両親の説得で休学を一旦覚悟し、父と一緒に阿ー島の岩屋や西宮の海岸の療養地へ、下宿先を探しに行くが、両親と意見が合わずに学校に戻りたいと訴えた。11月から思い切って、京都に戻ったも次郎は、 矢野清の下宿に泊まった後、寄宿舎に戻って復学し、日記を書き始めた。哲学者、西田北郎を道で見かけたのを機に、図書館で雑誌、芸文掲載の西田のマックス・クリンゲルの絵画と線画の中からなどを読んだ。元次郎は、エンジニアや理科の先生になるという初心の目標に立ち返ろうと、考え、北の中学時代からの同級の優等生との、 友情を優先し、文学をやれと進めていた、ブライ派の悪友、中谷隆夫と距離を置くようになっていたが、この頃、中谷と町で偶然で食わし、奥村電気商会で働く平林英子を、十枚だと紹介された。夏目漱石の文学論、西田北郎の禅の研究に関心を寄せ、ウィリアム・ジェイムズの心理学に影響を受けたとみられる、元次郎は、12月に、 自分で自分自身を誇れるような人間になることを決意した。森鴎外が青年の中で漱石をエゴイストと批判していたことに憤慨したり、北の中学時代に惹かれた美少年、桐原真治の体に接吻する甘美な夢を見たことを日記に記したりした。1921年1月、元次郎は江戸カフェで同志社大学の猛者、 渡辺と出くわし、喧嘩を売られる気がして、ビクビクし、矢野茂を先に歩かせようと考えた、自身の弱小と卑劣さを反省し走行を書いた。3月、京都公会堂で、エルマンのバイオリン演奏を聴いた元次郎は、公演終了後、車で立ち去ろうとするエルマンに駆け寄り、握手してもらい管理した。春休みは、紀州湯崎温泉に当時に行き、偶然再会した、同級生。 田中義太郎に誘われ移動した旅館、有田屋で、西欧絵画や芸術趣味の29歳の未亡人、ただ花と、その取り巻きの学生らと知り合った。元次郎は、その旅館の同じ2階にいた、結核療養で休学中の京都、帝国大学医学部の学生、近藤直人と、特に親しくなった。この4歳年上の近藤直人に元次郎は敬愛の、念を持ち続け、 生涯の友人となった。近藤への手紙で自分を貧乏なディレクタントと称していた元次郎は社会的な交流を低俗とみなし精神の協力を第一とするダンディズムの発露を見せ偉大であることに憧れた。4月、紀州湯崎温泉から和歌山県和歌山市の近藤直人の実家に立ち寄り大阪の実家に帰った元次郎は父親が 家で経営していた玉月屋の従業員、豊田に手をつけて産ませた赤ん坊、八重子の存在を知り、衝撃を受けた。青年期の自己嫌悪や、俗悪への反発、憂鬱の悩みに、新たな苦悩が加わった。八重子は、梶池が引き取り、母、久が育てて入籍することが決まっていた。4月中旬、年学生の改革により2年に進級した元次郎は、 実家からの記者通学となり、同じく実家通学で高槻駅から乗車する大家総一と車中で出会った。元次郎は、記者内で同志社女子専門学校英文化の女学生に一目ぼれをし、エリザベス・バレット・ブラウニングやキーツの刺繍を破いて、女学生の膝に叩きつけ、後日、読んでくださいましたかと問い、知りません。と拒絶された。この時期、中谷隆夫と、 平林英子が同性を始めていた、京都新一条の下宿に元次郎はたびたび訪れ、英子に賛美歌を教えていたが、例の社内で失恋した経験をもとにして書いた、小説、中谷太子に捧ぐお店に行った。ちょうどそこに中谷と同級の王や総一も来て、一読するが、ほとんど問題にされなかったために、英子にあげた。その後英子はその原稿を紛失してしまい、 元次郎の幻の処女作となった。講演会で活躍していた大谷は文学談義をしによく中谷の下宿に来ていた。6月、再び学校にほど近い上京区吉田中王次長に下宿。中谷高尾の教理の父親が息子の様子を見に来るため、平林英子は3日間ほど元次郎の下宿に身を隠した。中谷は父の手前。 定裁を取り繕うために、元次郎所有の田辺元や西田喜太郎の哲学書を借りて自分の本棚に並べた。元次郎の本はそのまま中谷の本棚に置かれ、その後二人の優等費のため七夜に流れた。夏休みの七月下旬、元次郎は矢野茂と旅行に出た。東京の小山田義和と会った後、夜船で伊豆大島に渡り、 藤森聖吉と同じ宿、三原館に一週間ほど泊まった。8月には、阪神館の海水浴場、高露園に泳ぎに行くなど、元次郎は健康的になったようであった。9月から平林英子が中谷高尾から離れて、新州の郷里に帰ったため、元次郎は中谷と二人で夜飲み歩き、たまに中谷の劇研究会の仲間のつもり夫も伴った。九月下旬。 父、宗太郎が安田鉄工所を突如退職した。この前後の時期に経営者の安田善二郎が傍観の朝日兵後に視察された事件があった。宗太郎は退職金でさらに玉突き二2軒を回転し、一軒の経営を伊って、順蔵に任せた。しかし、父は再び別の従業員の若い女と浮気をし、店の経営状態も徐々に悪くなっていった。 1921年10月、香川豊彦のキリスト教社会運動に打ち込む大家、総一の態度に脅威を感じた元次郎は、天職というものにぶつからない、寂しさがたまらないと自身を嘆き、自分は、大家のような男を見ると焦るのであると綴った。ある夜、中谷隆夫と、つもり和夫と一緒に、琵琶湖疎水にボートを浮かべ、水際の道に上がって、月見をしていると、棒音が、 軽流に押し流され、元次郎は、つもりと一緒に水中に飛び込み食い止めた。その勢いで二人は、共栄を始め、冷えた体を、町の酒場で温めた。八坂神社この時に泥酔した元次郎は、八坂神社前の電車道で大の字に寝て、俺に童貞を捨てさせろと、大声で叫んだため、中谷隆夫と、つもり和夫は元次郎を遊郭に連れて行った。 女が来ると元次郎はゲロを吐いて女を困らせたがやがておとなしく部屋に入っていった。支払いのためにウォルサムの銀時計を室に入れた元次郎は純粋なものがわからなくなった、堕落したと中谷に言った。それまで元次郎は中谷と平林英子の中を二人の言う通り、ただの友人関係と信じていたほど純真なところがあったという。次第に元次郎の生活は あれ、驚楽的な日々を送るようになっていくが、中井で牛光と議論し、今は天職が見出せなくても、土台を築けばいいという思いに至った。昨日は酒を飲んだ。そして、外具の戸となった。あの寝る時のあさましい姿。天職を見出しでない男の悲哀は何に、吉捨希望を見出してゆくことができるか。決して空ではない希望を。 それを土台としてあの壮大な人間建築を建てるための必要なグルンド。自分は頭がよかつた。それこそは必然を導く哲学考察。これこそは最も根本的な最も必然な仕事だ。大家は社会主義を報じる彼の哲学は彼の天職の空であったことを告げるかもしれない。しかし自分は土台を築く。かじい次郎日記走行。 第2条11月、上京区北白川西町の沢田三五郎方の下宿に移った。家賃が払えず下宿から逃亡することがしばしばだった。この頃、北の中学時代の友人で、神戸にいる畑田敏夫が遊びに来た際に、他の友人らも交えて、清滝のマス屋に行った。酔っ払った元次郎は、あたご参りの兵庫県の団体客の部屋に裸で乱入して、 喧嘩となり、殴られ、学望を取られた。この頃、江戸カフェで、例の同志社大学の猛者、渡辺をうまく追っ払った、文兵の北川冬彦を見て、元次郎は感激した。北川は柔道をやっていて、その場では文学談義にはならなかった。12月には、北の中学からの仲間への虚栄心から哲学書などを読んでいたことを、元次郎は、 矢野茂や旗田敏夫に告白した。いやしいものだ。君は、こんなことを聞いて呆れるだらう。これが、町人の気質というものだ。町人の嫌いな俺はまた町人だ。こんなことを打ち明けるのに組織的にうまく書けるはずはない。すまないが反読してくれ。当館の気持ちを、質はざらん。ため読み返しもしないから、これを打ち明けるのも虚栄心より発しているかもしれぬ。あらゆる行為に、 虚栄心というものを懸念してかからねばならぬとは悲しいことではないか。梶井元次郎畑田敏夫宛の書簡1922年2月、元次郎は短歌20種を作って、畑田敏夫に送った。また、創作に、おる主観と表現の関係を模索し、主観の深さと表現の美しさについて考察したりした。3月、学期末試験の後、 中谷隆夫と和歌山県に旅行した。追試を受けた元次郎は、特別球代となり4月に3年に進級したが、中谷隆夫は落第した。他の北の中学出身の理科の友人や、同年入学の門下の飯島忠、し、浅野明、大谷総一、北川冬彦たちは全員卒業し、東京帝国大学へ進んでいった。元次郎と中谷は、参考の中で、 ブラの年長者として知られるようになっていく。この頃、参考学内では、金子千太郎校長への反発から生徒間で校長の排斥運動が高まり、元次郎も先輩大会に参加。この運動には、文校の戸野村茂や桑原武雄が活動していた。しかしその運動に深入りしなかった元次郎は、死のシンフォニーを目指し試作を始めた。絵画や音楽、 舞台芸術の関心もさらに高まり、大阪の大丸百貨店での現代フランス美術展に、行き、京都南座で上演された、倉田百三作の、出家とその弟子を感激した。4月29日に参考に来校した、英国皇太子が観戦する、神戸外国人チームと参考のラグビー試合を、元次郎も興奮して楽しんだ。この頃、三上不夜町にシールルにあった、 マルゼン書店で長い時間を過ごし、セザンヌ、アングル、ダヴィンチなどの西洋近代絵画の画集を立ち読みするのが元次郎の楽しみでもあった。1922年5月、中谷高雄と夜な夜な町を歩き、七夜で鐘を作って、祇園を粒の遊郭に行ったりする日々の中、高浜巨子の風流戦房を好み、中谷から借りた佐藤春夫の純情集、 島崎東村の申請を関心して読んだ。元次郎は、酒びたりや、狂楽の生活を公開し、自我を統一すること、善の基準を定めよ、目覚めよ、我が魂。と自戒した。参考劇研究会へ入った元次郎は、ビラ配りなどに勤しみ、殿村茂や北上生も入部してきた。劇研究会では、フランスガイルの折竹鈴教授を講師が、 ジャック・コポーの話をし、会員らは、日本の戯曲や西欧近代劇の台本を読みをし、元次郎は女役を引き受けることが多かった。サロメや、鉄道のマリンカで女性を絞り出すため口をつぼめる、元次郎の姿はとてもユーモラスだったという。つもり和ずが、会から登録と、元次郎と中谷隆夫が中心となり活動していった。6月初旬、曲創作のをした元次郎は、 京都南座で公演中の沢田昭次郎の楽屋を、戸野村茂と訪問して、公演を依頼し、心身の調子が優れないながらも、三島衝道の公演を聞いたりした。7月、楽期末試験が済んで、琵琶湖修校の小旅行をした後、龍宗義の公演を聞き、大阪の実家での西洋中は、ドストエフスキーのカラマーゾフの兄弟、志賀直哉のアンヤコーロなどを読んだ。この頃、 儀曲走行を歌詞に取り組んだと推定されている。8月には和歌山の近藤直太の家に遊びに行き、近藤の妹婿や子供らと新和歌浦で海水浴をした。元次郎は7メートルほどの高い崖から板を使って飛び込み、海中の岩で花をけがその傷跡は一生残ることになった。元次郎が好きだったレモン9月は授業をサボって、 文平2年の浅見厚子と新京国のカフェで飲み歩き、遊郭にも行った。この頃、文平2年の小林薫も劇研究会に入部した。元次郎は6月から9月にかけ、いくつかの総工を日記に綴った。一個のレモンに慰められる心を歌った、死総功、冷やかな楽しみ、ゆりの歌、擬曲総工、よじ登る男、小説奏功、小崎両親、断片、 喧嘩、ネズミ、また、ニーチェの影響で、断片、英語回帰などを、この時期に書いた。10月、参考文芸部主催の有島武夫と、秋田宇邪の講演会を聞いた。新州の平林英子が、宮崎県日向の新しき村に入るために、京都に立ち寄るが、中谷隆尾と寄りが戻り、元次郎と三人で、嵐山に行って保津川のボート上で、上田聡の、 牧曜神のチャル・メラを朗読した。元次郎は微熱があるのに冷たい川で泳いだ。この頃、元次郎は中谷高雄への絵はがきに自殺をほのめかす言葉を書いた。元次郎と中谷は新しき村京都支部会員の富山奈良夫に依頼され演劇講演会の宣伝を手伝い、京都に来た武者の工事さねやつに会いに行った。 11月1日に上京区岡崎の公会堂で新しき村の講演会が上演され、この時に元次郎は北の中学時代の同級生、長見七郎と再会した。長見は白樺関連の雑誌、星の群になどを書いていた。同日、参考の寮で伏せっていた友人、青木忠氏が蝶地不死で死亡。元次郎は親友がいないと言っていた青木を親身に見舞っていた。 同月上旬、来日したピアニストゴドフスキーの演奏会を中谷隆夫と聞きに行った。この秋、元次郎は酒によっての乱行がどを超えることもしばしばとなり、焼き芋、甘栗屋の釜に牛肉を投げ込み、親父に追いかけられたり、中華蕎麦屋の屋台をひっくり返したり、乱暴牢石を起こした。宝刀の借金で下宿代も届り、夕飯も出されなくなった。取り立てに追われて、 友人の下宿を転々とした。清滝のマスヤで潜水に五番を放り投げ、自分も飛び込んで声を追っかけ、元次郎だけ店から出入り禁止となった。金魚を抱いて寝ていたこともあったという。元次郎の荒れ方は、劇研究会の仲間も引くほどで、中谷は、この頃の元次郎を、いささか狂気じみてきたと回想している。そんな元次郎が心を慰められていたレモンは、 寺町二条角の八百で買っていたものであった。走行、ゾ造を盗む男や不幸など書かれたのもこの時期と推定されている。ゾ造を盗む男は他人から見た自分と自分の見る自分との分裂が主題となっている。私は町に出てとある果物屋へ行った。そして何も買いはずに唯一かのレモンを買いつた。そして、 それがその日の私の心を慰める悲しい玩具になったのだつた。その冷たさを頬に押し当て、また爪の跡を入れてしみじみその子を嗅いだりした。ただその一家のレモンが五感に反響する単純な感覚のみが乱れから待つた、心の焦燥からの唯一の鎮静剤になったのだつた。私はおごり鏡物て来るのさえ感じた。そしてその末丸善へ行った。カジいもとじろ 日記走行、第三条大正十二年秋十二月、二度目の落第が確実となり、大阪に帰った元次郎は、大敗的生活を両親に告白して、実家で近親生活を送ることにし、トルストイを読みふけった。北白川の下宿代は、兄が支払いに行った。この頃、走行、帰宅前後、荒井吉、不幸が書かれたと推定されている。同月に、 兄が結婚し、大阪市西区西島の北港住宅に所帯を持った。元次郎は年末、和歌山の近藤直人を訪ね、自画像のデッサンを持参してみせた。1923年1月、元次郎は小説草稿『秘境者断片を書いた。体調の悪化する冬、宇賀公への手紙で前年秋の自身の蛮行を振り返り、記憶を再現するときに如実に、 感覚の上に再現できないことが過ちを繰り返す原因と分析し、人間が上り得るまでの精神的の高値に達し得られない最も悲劇的なものは短命だと自分は思う、どうか寿命だけは生き延びた B 短命を考えると惨めになってしまうと語った。2月、元次郎は佐藤春夫の都会の憂鬱を読んで感銘し、自分の内面の 痛ましく動乱する心を見物の心で追求させる技術的方法を探り本格的な創作への道を歩み出した。また山田工作の作品発表コンサートを聞きに行った。この頃に走行、方向を書いたと推定されている。いずれ死に至る病を宿命として自覚していた元次郎はその暗い意識を逆手に取って生きることで美なるもの。 純粋なものをつかみ取ろうとしていた。3月、旗田敏夫と子を苦楽園で遊び、学期末試験を放棄して、再び落題が決定した。果てなき心の方向、これだ、これを続けているに決まつっている。それが一つの問題が終わらないうちに他へ移る。いいやそうではなしに一つの問題を考えると、必然次の考えへ移らねばならなくなる。それが、 病原の火のように広がってゆく一方だ。これの連続だ。しかしこれも疲れる時が来るのだらう。俺は今心がかなり楽しいような具合だからこれが書けるのだが、これも鬼の絹沼の選択で、後でこれを書いたことの後悔が来るに決まっているのだが、俺は今何かに甘えて、これを書いているのだ。この手紙は裁かれるだらうが、裁く奴に、権威のある奴はない。こう思って書きやめる。 カジイ次郎、中谷高雄宛ての所管4月、二度目の三年生となり、上京区北白川の下宿に戻った。理科生でありながら、結核持ちの文学青年の元次郎は参考内で有名人となった。破れた学帽に、釣り金マントと、下駄履き、汚れた肩掛けのズックカバンで授業も出ずに、そこ、イラを歩き回っている風貌も目を引き、参考の主。 古田抜きなどと称される存在だった。同月、近藤直人は、京都帝国大学医学部に復学した。劇研究会に、文工2年の浅沼君が入部した。5月、上京区寺町工人口下がる小院長の、梶川方に下宿を移した。この頃、母への食材のための走行、母親や、矛盾のような真実、啓吉が書かれ、 劇研究会の回覧雑誌、新白木に、瀬山局に死を発表していた、文兵三年の丸山薫にもと次郎は話しかけて、知り合った。四国小松島の参考水泳所に行ったこの頃、八坂神社医師団の西北のカフェを舞台にした、総工、カフェ、ラーベンが書かれたと推定される。8月、軍の艦越天候を受けるため大阪に帰り、父、 宗太郎と別府温泉へ旅行した。ビールを飲みながら、有島武雄の自殺事件について、大劇論となった。この頃には、日向の新しき村の武者の工事寂奴の資格関係も、新聞ネタになっていた。別府からの帰路は一人戦で帰った元次郎は、トルストイの戦争と平和を単独し、この船旅のことを、宗公、セット内会の夜に書いた。 9月、劇研究会の講演準備で、タオザを組織し、同志社女子専門学校の女学生2人を加えて、までの工事新一条上がるに部屋を借りて稽古した。しかし、それが不謹慎だという噂が広まり、10月に校長、森外三郎より、関東大震災の後の自粛という表向きの理由で、講演中止命令が出された。すでに衣装も準備し、前売り券も売っていたため、 事新聞に中止の広告を出して、公演当日10月17日には会場で払い戻し作業に追われた。あと始末のための金は校長から100円を渡されたが、戸野村茂や元次郎は公演中止に激しく憤き通った。これが後、恥あれ、恥あれ、かかるか等な奴等に、そこにはあらゆるものにかけて怪がすことを恐れた私たちの、 魂があったのだと5年後もなおを引いて綴られることになった。元次郎は払い戻しを終えると、祇園神社の石段下の北側にあった、カフェレイブンで酒を飲んで暴れた。悔し涙で再び元次郎の泥酔の日々が始まり、殿村茂や浅見淳、中谷隆夫も付き合った。カフェには関東大震災後に大杉久氏が関係に虐殺され、 京都に逃げてきたアナーキストラが多く出入りしていたため、彼らもその空気に影響された。酔うと元次郎は、殿野村茂を、合唱、殿村義太郎商店の御蔵師と揶揄し、四人一緒に、大声で、監獄をぶっ壊せと抗議して、夜の街を練り歩き、看板を壊して暴れ回った。元次郎は、円山公園の湯道フェアで騒ぎ、巡査に捕まり、 四つん這いになり犬の泣き真似をさせられた。また、当時京都で有名だった、兵隊地区というブライカンヤクザと、カフェで喧嘩をし、左の方をビール瓶で殴られ、怪我をして失神した。その方の傷跡は、生涯残った。11月、北の中学時代からの友人、宇賀こう、矢野清中井で牛光の悪口を綴ったはがきをわざと、宇賀宛に出したりした。 この頃、聖山の話、第二項を書いていた。1924年1月、上京区岡崎彩福の川町の大西竹次方に下宿を移し、卒業試験に備えた。浅見敦氏が訪ねると、原稿用紙が部屋中に散らばり、開花の便所に行かずに、ズックカバンの中に小便を貯めてぶら下げていたという。この頃、自分の鬱屈した内面を客観化して、 書こうとする傾向の走行をいくつも試みていた。2月、卒業試験終了後、元次郎は重病を装って人力車で教授宅を回り、卒業を懇願した。3月、特別給大で卒業。結局5年がかりで参考を卒業した元次郎は、その足で予義車に乗って上京し、東京帝国大学文学部文化に入学の手続きを済ませた。 同行した中谷隆夫と戸野村茂も、それぞれ独文化、経済学部経済学科を希望した。三人は麻布一米町の戸野村家別宅に泊まり、同人雑誌を出すことを語り合い、銀座や神楽坂に繰り出した。中谷隆夫が先に帰郷した後も元次郎はそこに、残り、中谷の三重県立一中時代の後輩の新進化人、稲森聡太郎を訪ねたり、 すでに、東京帝国大学工学部電気化3年になるが、荒野、東京に帰省していた、浅見厚紙と遊び、東大赤門前のカフェで客と喧嘩し2階から、転落したりした。京都に戻った元次郎は、下宿を引き払った後、三考劇研究会の後輩らと飲み、武田林太郎に、愛用のズックカバンと登山靴をあげた。大阪の実家に帰ると、東京での生活費は、 自分で稼ぐように通告された。4月、雑誌、中央公論に掲載された、佐藤春夫の風流論を読み、自我を追求する、近代小説よりも、自然と一体化する瞬間の美を描くボードレールや、松尾芭蕉の作品を商用する、佐藤春夫の姿勢に共鳴した。この頃、トルストイの、アンナカレーニナや若山牧水の、山桜の歌も読んだ。 上京した元次郎は、数日間、本郷区大分県庁の矢野清の下宿に泊まった後、本郷区本郷三丁目18番地の外閉館支店に下宿を決めた。前年の関東大震災で、東大の赤レンガも壊れたままのところもあったが、下宿先の町は、被害が少ない地域であった。参考の入学式の壇上では、卒業試験後の人力車の総話を伝え聞いていた。 森校長が卒業生の元次郎のことを病気を親に隠しもお勉強した親高校者として新入生に紹介した。先に、帝大文学部に進んでいた飯島正、大谷宗一、浅野明が第7次新市長総監を計画していたことに刺激された元次郎と中谷隆夫、殿野村茂は自分たちも同人誌を作ろうと具体的計画を練り、 5月に参考出身の小林香ると、靴が吉之助や稲森聡太郎を仲間に加えて、氏名の歌唱を参考時代によく通ったカフェレイブンからカラスとした。これは、エドガー・アラン・ポーの死に大ガラスがあったことも由来する。だが元次郎はこのカラスという名称に不満を持っていた。6人は5月初旬に本郷4丁目の食料品店。 青木道の2階にある喫茶店で第1回導人会を開き、創刊を秋にすることして、具体的な日取りを進めた。6月に、大谷総一らの第7次新市長が創刊され、巷の文学青年たちの間で、導人誌を創刊する機運が高まっていた。この頃、元次郎は創孔、夕鳴橋のたぬき、貧しい生活よりを書いたと推定されている。月末、 いぼ妹、八重子の既得の方を受け、元次郎は大阪の実家へ駆けつけた。元次郎はこの幼いいぼ妹をとても可愛がっていた。1924年7月2日、3歳の八重子は家族全員の看病のいなく結核性脳膜炎で急性した。貧乏で死なせてしまったことを不憫に思ったのか、父、宗太郎は悲しみ酔いつぶれた夢の中でも、 ナムミオホーレンゲ行を唱えて、指の先で畳を吸っていた。落胆や様々な思いが元次郎の胸に巨来し、計画していた五幕物の儀曲、浦島太郎の執筆を断念し、短編小説を書く決意をした。小さな体が、私たちの知らないものと一人で通っているほとんど、知覚を失った体に、やはり全身的な等をしているそれが随分哀れ、そうでした。 大勢の兄弟に守られて死にました妹の看病を知っているとき私はふと大きな虫が小さな虫の死ぬのをそばに宿りきてんつっているそういう風に私たちを想像しましたそれは人間の立場感を備えている人間たちであると私たちを思うよりより真実な表現であるように思われました全く感情の灰かぐらです夕立に洗い割われた 静かな山の木々の中で人間に帰る旅いいと思います。梶井元次郎、近藤直人宛の初巻初7日が済み、和歌山牧水の水上か気候を買って夜の街を散歩した元次郎は、綴りの間いつた看板のような都会の美や華やかな孤独を感じ、神経衰弱にひざればある種の美がつかめないと思っているとして、それを書くためには、 勢力が必要だという心境を友人らに当てつづった。この頃、よく血痰を吐いていた元次郎は、不安定で敏感な感覚の精神状態の中に、いたが、その自意識の過剰の引き起こす苛立ちや、日常の認識から解放された地点で、感覚そのものを見つめ、五感を総動員して、密かな美を探ることに次第に意識的になっていった。また近藤直人と新境国を散歩中に見た。 たこやくしの絵馬から、表立つた人々には、願唱されないが、姿勢の人や子供に願唱せられるこのような葉の存在、に気づかされた。中野島図書館に、定大の格帽をかぶっていく、学生時代の特権意識と、軽いロマンティシズムを感じて、一面、恥ずかしく、一面軽く許す気にもなった。この頃、走行、犬をいる男が書かれたと推定されている。松阪城跡、 城のある町にて、の題材となった8月、姉夫婦の宮大家が住む三重県飯南郡、松坂城との町1360番地へ養生を兼ねて、母と、末弟両吉を連れて滞在した。元次郎は都会にあぐんだ神経を休め、いぼ妹の死を静かな気持ちで考えた。母と末弟が先に帰った後も、松坂城跡を歩き、風景のスケッチや、 走行ノートを書き留めた。これが、後の、城のある町にて、の素材となる。9月初旬に、京都に行った元次郎は、鴨の河原の風景の中で心を解放し、言葉で風景をスケッチした後、東京の下宿に戻って、同人雑誌の創刊のため喫茶店の広告撮りをし、掲載する、作品創作にも勤しんだ。この頃、初恋の思い出の走行を、宇野浩二の、 蔵の中に影響された尿絶体で書き、走行、犬を売る男や、病気を、原稿用紙にまとめ直そうとしていたと推定されている。この時期、大阪の実家は玉月屋を閉店し、大阪府東成郡天王寺村大和座部倍の99番地に、引っ越した。そこで、母、久は、羽織の紐などの小物屋だ菓子を売る、小間物屋を開店した。 1924年10月上旬、本郷菊坂下の中谷隆雄の下宿に集まった元次郎ら同人6人は雑誌の正式名称を何にするか相談した。元次郎は、あざみという名がいいと主張したが、水をあげない花だと反対するものがあり、廃案となった。中谷と同性を再開していた平林英子が武者小路事さの死に、騒ぐ者は騒げ。 俺は青空というのがあると窓辺で中谷に囁いた。中谷が海星の空を見上げながら青空はいいなと叫び即座に元次郎が賛同して青空に決定した。中谷と吉祥寺に行って十三夜の月見をした元次郎は作家として生計を立てる決意を告げたという。以前から元次郎は京都での自分の鬱屈した内面を 客観化しようとした、聖山の話を書き進めていたが完成に至らずに、終作止まりで断念していた。その中の、聖山ナレーションの断章層は、レモンを独立した作品に仕立て直して、創刊号に発表することにした。同人らは、青空創刊号に掲載する原稿を10月末に、持ち寄り、定大前の育文堂書店に発売を依頼するが、印刷代が高額だったため、 そこでの印刷は断念し、稲森壮太郎の友人、寺崎博の父親が、寄付刑務所の所長をしていたつてで、刑務所の作業部で印刷してもらうことになった。戸野村茂と、靴が吉之助が、帰郷ついでに、刑務所に原稿を渡した後、厚生などの事務連絡に手間取り、送還発行は、新年になることになった。月、中谷夫妻が、江戸川区に転居したため、 元次郎の下宿が同人の集合する場所になった。この頃、元次郎は武蔵野を散策して国木田どっぽの武蔵野のような作品を描きたいと考えていた。フランスと日本の20世紀海外への関心が強まった元次郎は前からもそうでしたが自分個人的なそしてその場その場の環境に身を任せるというようなことに無意識的に わるつてきたように思いますと、近藤直人に書き送り、同人思想刊号に載せる小説について語った。創作と、いつでも短いのを一つ、あまり魂が言っていないものを仕上げてこの旅出す、雑誌出しました。この旅いよいよ雑誌が出るのです。名前は青空、いずれ京都へも出ますが広告しておいていただきたいような、恥ずかしいような気持ちです。 あなたにはお送りいたしますが決して意気込んで送るのではありませんからそのおつもりで。しかし何年でも私はこれを盛り立ての行くつもりでいます。そのうちに皆もだんだん上司が揃いつてくるだろうと思います。梶井元次郎、近藤直人宛の所管12月、宇賀公の家の紹介で、郊外の江原郡目黒町ざ中目黒859番地の八十川方に、 下宿先を変えた。この家は偶然にも母の若い頃の友人宅であった。27日には印刷された青空300部を受け取りに中谷、殿村と3人で岐阜刑務所作業部に出向いた。半数を殿村茂の実家に送付し、残りを携えて京都に行き、販売協力のため演山公園にある料亭、明けぼで待つ。 劇研究会後輩の浅沼期日、北上正新加入の淀のノ竜辰村健に渡した。その夜、元次郎と戸野村は後輩らと、伏見課所長の淀のノ竜の実家に泊まり、翌日は先輩の山本修司の家に行った。1925年1月、小説、レモンを掲載した、同人誌、青空創刊号が販売されたが、評判にならなかった。 雑誌を文壇作家に寄贈しなかったためと思われたが、それは元次郎が彼らは書店で買って読む義務があると主張したからだった。先月半ばから取りかかっていた自号作の執筆に取り組む元次郎は下宿の部屋から出なかったので仲間から目黒の不動産と呼ばれた。同人間の合評でレモンの評判はあまり良くなかったが、第三高等学校時代の音楽仲間で、 帝大法学部フランス法の小山田義和は、道下で参考出身の北川冬彦に、これはすごいんだと推奨していた。稲森宗太郎は健康上の理由もあり、短歌に専念するために創刊号のみで導入を抜けた。1925年1月末、大雪が止んだ後、床屋に行き散髪するが釜が割れてよく吸いでもらえず、元次郎は、石鹸の泡をつけたまま歩いて、 古書店を回った。銀座でフランスパンを買うが、その散歩中に神経衰弱のような気分で苛立ち、有楽町のプラットホームからガード下の通りに向かって、小便をかけた。1925年2月、同人の集会で、印刷の誤食の多い岐阜刑務所作業部から、高額でも東京をあざぶく六本木町の印刷所、修託御社に変更することに決定した。 中旬には、城のある町にて、を掲載した、青空第二号が発行されたが、この小説もほとんど評価されなかった。元次郎は、第三号には作品を投稿せず、稲森総太郎の代わりに入れた、千賀太郎は、第三号のみで抜けた。3月中旬、帝大文学部仏文化に進学する、淀ドノ造と、法学部に進む浅沼君が上京し、 青空同人に加入することになった。元次郎は、淀野を通じて、陸軍主管学校中退後に参考に入った一歳上の三吉達次と知り合った。春休みも、小説創作が進まず苦労していた元次郎は、先月から、西山の話をもとに、雪の日か、記者その他、西山の話をまとめ直そうとしていたと推定されている。月、島地区富見町の小山和の家で、 レモンを褒めていた北川冬彦と再会した。北川は法学部から文学部仏文化に再入学して父親から感動されたが死死、あの同人で前年の1924年1月に死終三半期間喪室を開校し横光リーチに認められる詩人となっていた。元次郎は北川を青空に誘うが同人にはまだ加入しなかった。この月、 実家の地盤が地域に編入されて、住吉区安倍の町99番地に変わった。5月、銀座で、絵画展覧会を見たり、カフェライオンでビフテキを食べるなど贅沢をするが、倦体感は、春図、島崎闘村の春を待ちつつを読み、机の位置を変えたりした。この頃、丁寧執筆に取り掛かったと推定されている。月末に、麻吹くい倉片町32番地の堀井口、 小之助方に下宿を変えた。家主の堀口庄之助は、石積みの名人と言われた植木職人で、目黒区有天寺にいて、植木職を継いだ養子、重蔵とつこの若夫婦が、開花に住んでいた。1925年6月、淀の竜造の意見を聞き入れ、著名作家に、青空第4号を寄贈することになり、元次郎も、宛名書きや、喫茶店への広告べら書きを手伝った。 この頃、淀野屋と野村と見に行った、日仏展覧会で、アントワーヌ・ブールデルの彫刻に感心した。7月、伝令を掲載した、青空第5号を発行した。実家の小間物屋は店を半分に分け、エンジニアの兄、ケンイチの技術指導を受けた弟、イサムが、ラジオ店を開業した。この前年に、大阪のラジオ放送局ジョブックが開局していた。8月の夏休みは、 殿村ムラルと一緒に、淀野の実家を訪ね、宇治川で船遊びをし、京都博物館に行った。同月には、神経痛の父を松山の道後温泉へ送った後に船で大阪に戻った。この頃、路上に取り掛かり、下旬に、宇賀港と一緒に、和歌山の近藤直人も訪ねた。9月中旬に上京する途中に、近藤直人と、比泳山や琵琶湖に行き、松尾芭蕉の、 奥の細道について語った。10月、路上を掲載した青空第8号を発行し、この号から部数を300から500部にした。この月、元次郎は、泣けなしの金をはたいて、帝国ホテルで開かれたジルマルシェックスのピアノ演奏会に6日間通い、瞑想的な気分に浸り感動を味わった。同月下旬は、千葉県の陸軍鉄道部に入隊する。 中井で牛光を矢野茂と一緒に送っていった。11月、土地の花を掲載した青空第9号を発行した。北上生と清水義雄が同人参加するが、北上は第10号だけで抜けた。12月、伏見公会堂と大津の公会堂で、青空文芸講演会が開かれ、元次郎は大津で過去を朗読し、余興として歌も歌った。 聴衆は斜名だった。1926年1月、過去を掲載した青空第11号を発行。2月、雑誌、講演会その他を掲載した青空第12号を発行した。この号から、元次郎が誘った飯島氏が同人参加した。3月中旬、帝大仏文化に入学が決まった後輩の武田、林太郎が上京したため、 三好達治と三人で銀座に行くが飲み屋プランタンで明治大学の不良と大喧嘩となり武田が築地警察署の留置場に入れられた。4月中旬、元次郎は殿村茂と共に飯倉方片町の島崎東村宅を訪問し5月発売の道人誌青空第15号を直接検定した。雪ごと青空道人印象記を掲載した6月の 青空第16号から同入に、三吉達治が参加した。雪子は、友人、矢野茂をモデルにした小説である。7月、川端康成第4短編集、新鍮を主題とせるバリエーションを掲載した、青空第17号を発行。北上生が、同入に復帰した。この号を購入した東京商科大学予科生の田中、誠二郎は、 元次郎の川端論を読んで感心していた。青空は、経営難のため、参攻撃研究会の同人しマヒルとの合同が模索されたが、この計画は実現しなかった。8月、ある心の風景を掲載した、青空第18号を発行した。延展した、元次郎は、微熱が続く中、廃本に、神楽坂や四谷を歩き回ったり、銀座松屋の広告を取ったりした。 中旬、元次郎は、激しい疲労で病状が進み血断を見た。麻布の医者から、右配線に、水泡音、左右配線に、病巣ありと診断された。そして大手出版社の雑誌、新調の編集者、奈良崎努から10月新人特集号への、執筆依頼を受け、この猛暑の夏、大阪で執筆に取り組むが、書けずに終わり、9月に新庁舎に詫びに行った。 しかしその3日後に、初簡大小説、K の商店を書き上げ、10月、K の商店、あるいは、K の歴史を、青空第20号に発表した。この頃、結核の進行に焦っていた元次郎は、毎晩寝床で、お前は天才だぞと3度繰り返し自分に暗示をかけていた。月末に、三好達次が元次郎からの強い誘いで、飯倉方町の下宿の隣室に入った。 新境小説こそが、小説の進むべき方向と考えていた元次郎は、三好に、志賀直哉の、アマガエルを勧め、三好から萩原作太郎の詩を教えられた。二人は、松尾芭蕉七部集を注釈書で勉強した。川端康成1938年1926年11月、新潮10月新人号小説表を掲載した、青空第21号を発行した。 同人に、北川冬彦、浅見厚志、辰村健、英文化で、八甲出身の安倍友次と、古沢安次郎が参加することになり、本号四丁目の青木道二階で、顔合わせ会を開いた。彼らは22号から同人になった。元次郎は、夏からの無理が重なっていて、滑血がひどくなり、君はついたちも早く、君の分泌で生計を立てるより、外はない。 卒業証書をもらいつたつて仕方がないではないかという三好達治の勧めもあり、伊豆で日光療養しようかと考えた。自分の進学のために苦労した親への申し訳なさから悩んだが卒業論文提出を断念した元次郎は昭和と言語が改まった12月の暮れ品川駅を立ち衰弱した身を癒すため伊豆に行った。現地の人から温かな西伊豆を勧められたが、 吉名出来が変わり、元次郎は二歳年上への作家、川端康成のいる、湯ヶ島温泉に向かった。宇賀康氏らが以前宿泊したという、落合郎に入るが、長東流は断れ、湯本館に滞在中の川端を訪ねてみた。青空を寄贈されていた川端は、飯島正や北川冬彦の名を知っていた。川端は、元次郎と会話中、ちょうど部屋に遊びに来たいた前、 大川被災地に相談し、狩野川の支流、猫、越川の崖沿いの宿、湯川屋を元次郎に紹介した。1927年元旦、落合路を出た元次郎は湯川屋に移り、宿代も一泊4円のところ、三食付きで半額の2円にしてもらった。川端の宿へそのことを報告に行き、雑誌、文芸先生や辻馬社の話を聞いていると、 岸田国夫がやってきたので辞去した。元次郎はこの地で、これまで書いてきた感覚的な世界を、さらに比喩や象徴を多用し、悲しみの指摘世界にした、冬の日を3月まで執筆した。その間、川端の宿へ通って、囲碁を教わり、川端の伊豆の踊り子の観光の構成を手伝った。梶井い君は、大晦日の日から湯ヶ島に来ている。 伊豆の踊り子の構成では随分厄介をかけた。16歳の日記を入れることができたのは、カジい君のおかげである。私自身が忘れていた作を、カジい君が思い出させてくれた。カジい君は、そこ知れないほど人のいい親切さと、懐かしく深い人柄を持っている。植物や、動物の尊狂な話を私によく同君と取り交わした。 青空の同人が45人も入れ替わり立ち替わり、梶井君くんの見舞い日に来て、私はそのみんなに帰つてた。今は、三吉達次くんがいる。淀野の隆三くんは、いいお茶をそうつってくれた。川端康成、伊豆の踊り子の想定その他2月、冬の日を掲載した、青空第24号が発行された。この作品は同人に好評で、三吉達次はいきなり、無論再生に送り、 再生が褒めた。元次郎は同人たちの思想上の違いをポルシェビスト対アナーキストと例え、自身の立場を資本主義的芸術の先端リアリスチックシンボリズムの歯渡りをやりますとした。3月から松村和夫が同人に参加した。川端が散歩の途中に伊豆の踊り子の想定者の吉田健吉や辻馬車同人の小野勇、 藤沢竹を連れて、湯川屋に遊びに来たこともあった。4月、冬の日を掲載した、青空第26号が発行された。この号で、小林香織と清水義雄が抜けた。川端康成は、横光リーチの結婚式出席を機に、湯ヶ島を離れたが元次郎は、まだ残った。その後、血痰が続いて、長く歩くと高熱が出て、 東京に帰れない思いで苦しんだ。この月、辻場社掲載の中野茂春の評論に感心した。5月、青空27号で、浅見敦子と、靴名吉之助が抜け、三考出身の青木義久が加入した。湯本館に、アナアーキストの新居客が宿泊し、藤沢武雄と一緒に、湯川屋の元次郎を訪ねてきた。 6月、青空28号が発行されたが、この月から北川冬彦、三好達治、淀野隆像が脱退を決めた。同人会で雑誌の習慣が決定され、この号が最後となった。安倍友治、古沢康次郎らが新たに同人し、両土時代を紀の国屋書店から発刊する計画をし、元次郎をも手紙で知らされたが、またいつか。 青空を再興することを考えていた元次郎は、誘いを辞退した。うの千九1935年前頃、1927年6月頃、川端康成の勧めで、湯ヶ島にやってきた、萩原作太郎、広津和夫、尾崎志郎、宇野千代下天聖子らと面識を持ち、共に過ごした。7月は、淀野の竜も、卒業論文を書くため滞在するようになった。 同24日、芥川龍之介の自殺が報じられ、湯ヶ島にも衝撃が走った。8月、三好達治も、卒論執筆のため湯ヶ島に来て、丸山薫も、来遊すると、宇野千代や萩原作太郎も交えて区会が開かれた。三好と元次郎は千代に惹かれた。9月、尾崎史郎が、慎重に、湯ヶ島を舞台にした、赤霊の裾のほかを乗せたが、 赤霊の巣には元次郎が瀬川君として登場し、尾崎と千代との夫婦の献体を描いた一編、カジカには、カジイが尾崎に教えたと思われるカジカの交尾の場面が書かれた。元次郎は一旦上京した折に、中谷隆夫と共に、東京府江原郡の馬込文士村にいる尾崎を訪ねて、文学談義で意気投合して話し込み、大森駅近くでうなぎをおごられた。10月、 京都帝大医学部附属病院の医者に来春まで、生医をするように診断された後、大阪の実家に立ち寄り、両親の意を感じて、湯ヶ島での創作活動を決意し、伊豆に戻った。10月下旬に、川端康成の遠い親戚にあたる、北の中学時代の同級生、小西善次郎が、伊豆の踊り子を手に甘木声をするため湯ヶ島に来て、元次郎を訪ねた。11月、 天城トンネルを越えて湯が、の温泉まで歩いて一泊し、下田港まで回って湯川屋に戻ったが、体を痛めて数日間寝込んだ。この頃、炭丼や杉山の屋敷歴太夫の会を聞き、この音と動作の印象が2年前に聞いたジル、マルシェックスのピアノ演奏を呼び起こし、気学的演奏の題材となる。また、湯ヶ島を回った大見和学の獅子舞を見て、 獅子の仮面が生きているような錯覚を感じた。12月、あの階層が死子阿修看号に掲載された。両道時代発行計画が同人、文芸都市となり、浅見縁から誘われ、元次郎は躊躇しながら消極的に参加した。1928年1月、再びやってきた小西善次郎と一緒に熱海の貸別荘に住んでいる。 川端康成を訪ねて数日泊まった。その後、孫目文志村の萩原作太郎を訪ね、尾崎白宅のうの千代に会いに行った元次郎は、その夜に、詩人、絹巻昭蔵の家で開かれた、ダンスパーティーに一緒に参加した。千代との恋の噂などをめぐって元次郎と尾崎の間に鬱屈していた、気質の上に絡み交付処理できない感情が爆発する、一文弱があった。 元次郎が最初に、よう、マルクスボーイ、おい、尾崎四郎。何は節みたいな小説書くのん、止めろと尾崎を呼んだことが、喧嘩の口火だった。尾崎は、何は節的人物であったが、左翼がかったことも口にしていたので、軽薄な奴という願意があった。何を、この小僧と尾崎が怒り、旅を脱げと喧嘩の体制になった。二人は、 殴り合いの寸前となったが、三井正人の仲裁により、何とかことが収まった。その夜、元次郎は、萩原作太郎の家で、一晩中、滑血を吐いた。ダンスのできないかじいと私とはウイスキーをうなり続けた。私たちの感情はぐいぐいと高まり、もはや言葉でごまかすことのできないところまで来ていた。私はすぐ立ち上がり、 右手に握りしめたタバコを火のついたまま振りかざして、一気に彼の面場に叩きつけたのである。それから彼は視線を私の顔から離して、じっと考え込むように目をくらじた。しかし、すぐ猛然として立ち上がった。その時の彼の顔を、私は今でもありありと思い描くことができる。うちに潜む野生が彼の情熱を揺すぶり動かしたのである。尾崎四郎。 文学的青春に湯ヶ島に戻った元次郎は、淀の龍蔵や清水義を、三吉達治と過ごした。誕生日の2月17日には、熱海の川端の下を訪れ下旬まで過ごした。ボードレールのパリの憂鬱をザウの書としていた元次郎は、前年12月頃に英訳の一部をノートに筆写していたが、そのボードレールに影響され、 成長なニヒリズムを描いた早急を3月の文芸都市第2号に発表した。3月中旬頃、再び来遊した藤沢武雄とバスで下田まで行き、黙って下鴨に二三泊したため、宇野千代や湯川屋の人たちを心配させ、村中が大騒ぎになった。この時期、千代は湯ヶ島に来て、しばしば元次郎の宿を訪れていた。この3月をもって、 授業料見払いで東京帝国大学文学部英文化から除籍された元次郎だが卒業したとしても結核のみでは就職のあてもなかった。4月、家計の話を北原白州主催の雑誌近代風景に発表。4月下旬、実家からの送金も絶たれ宿の借金もあり湯ヶ島を去ることを決意した。1928年5月。 企学的幻覚を近代風景に発表し、雑誌創作月刊創刊号には自分の心の二つの相国する働きを構造的に捉えた冬のハエを発表した。この作品を安倍友二が文芸都市の合表欄で推奨した。5月上旬、留守の間に北川冬彦に貸していた麻吹く飯倉片町の下宿に戻った元次郎は1階を曲がりして、 あるがけ上の感情を書いた。この時、北側の部屋には春から上京した伊藤生もいて、元次郎から桜の木の下庭の話を聞いた。伊藤は下旬に父親の病気で郷里の北海道に帰ったため、元次郎はまた2階に移った。元次郎は深川区のスラム街に住みたいと考えて見に行くが、結核の身には酷な場所だと考えて諦めた。同月には、 広津和夫の紹介で、日本橋で開業しているこの非伝承的な漢方医に注射をしてもらった。この頃すでにレントゲンに映った、元次郎の左の肺には、卵台ほどの穴が開いていた。7月、実験的な心理小説、アルガケ城の勘定を文芸都市に発表し、船橋誠一に激唱された。同人、文芸都市の批評欄に載せる小説表を依頼され、 プロレタリア文学系の雑誌、千記と文芸戦線掲載小説の批評を引き受けた。元次郎は、この時期、下宿の食事代も払えなくなり、東京府東多摩郡和田堀町堀のうちの中田に、高尾の尺屋に身を寄せた。8月、千記、文芸戦線7月号創作表において、元次郎は、プロレタリア文学の関連性を批判したが、久保川稲子や岩藤幸夫は、 公表した。また、創作月間に、掲載の牧野新一の小川の流れに、しきりに感心した。中旬に病状が重くなり、淀の流造からそのことを伝え聞いた、川端康成、秀子夫妻は心配して、見舞いに来た。元次郎は、毎日のように血痰を吐き、しばしば呼吸困難に陥り歩けなくなるほど体の衰弱が甚だしくなってきた。 体を心配する友人たちの強い説得もあり、9月3日に大阪市住吉区安倍野町の実家へ帰ることになった。一年ほど静養して再び、飯倉片町の下宿に戻るつもりで、手荷物以外はそのままにし、元次郎は東京駅で中谷隆を淀野隆蔵飯島忠し、北川冬彦に見送られた。これが元次郎の見た最後の東京だった。 ラジオ店をしていた弟、イサムが、徴兵検査で、講師合格して入営することが決まり、今後の一家の家計の心配があったが、相変わらず、元次郎は、贅沢を好んだ。実家でも昼は一人だけ、ビフテキやカツレツなどの肉食を食べ、バターは、小祝い農場のものにこだわった。12月、北川冬彦の要望で、桜の木の下には、が、死の木監視。 死と死論に発表され、気学的幻覚も同死に再掲載された。1929年1月、孫目分子村での元次郎との一文弱に触れた尾崎志郎の悲劇を探す男が中央公論に掲載された。4日未明、59歳の父、宗太郎が心臓麻痺で急性した。退職金が底をついたことを前年の暮れに久から聞いた宗太郎は、 がっかりし、正月からずっと酒を飲み続けていた。元次郎はこれまでの自分の贅沢による両親への経済的負担を反省し、道徳的な褐色を痛感した。同月、中谷隆は長兵猶予が切れて、福知山不評、第20連隊の入園が決まり、元次郎の弟、勇は、広島電信隊、第7中隊に入園した。ラジオ店の経営は ケンイチが会社帰りに週に2、3回立ち寄って何とかまかなった。この頃から、元次郎は近所の人々の実生活を意識的に見るようになった。元次郎は新しい社会観の勉強に取り組み始め、マルクス、資本論などの経済学の本を読み、3月、中野島公会堂で行われた川上はじめの演説会、同志、山本信春の死の階級的意識を聞き、 厳粛な気持ちになった。後輩で、青空同人だった、浅沼期日は、共産党員となっていたが、この頃に、新潟県で逮捕された。4月、参考の後輩で、マヒル人の土井伊夫の赤ん坊が亡くなり慰めた。4月中旬、弟、イサムが、敗戦カタルトの診断により現役免除で帰宅した。元次郎は随分心配したが、実はイサムが、 一家の大黒柱であるという住吉警察署の請願書が認められての取り計らいであった。下旬には、青空同人の立村健が、ゴブラン王利研究のために、フランスに渡ることになり、神戸港まで見送りに行った元次郎は、春な丸の看板上で、行きたいな、と何度もつぶやき、僕の代わり見てきてくれと泣いた。七月、弟たちや、近所の娘たちと浜寺海岸に、 海水浴によく行った元次郎は、健康のために日焼けをし、帰省していた、淀野隆三や武田林太郎ともあった。8月に町名が、住吉区王子町二丁目44番地に変更された。この頃、元次郎は、親しい川端富人の手紙に、小さい町の人たちがどんな風に結核に、やられてゆくかをいくつも見分いたしましたと綴り、 命を奪われてゆく貧しい人々のために、プロレタリア結核研究所が必要だと、熱い思いを巡らした。9月、新潮の文芸月表で、川端康成が元次郎の作品に触れた。10月下旬、京都にやってきた、宇野千代から連絡を受け、元次郎はすぐに会いに行った。千代の妹、かつも伴って、兄弟病院の近藤直人を訪ねるガルスのため、市場通りを散歩し、 後日また大阪で千代と二人で会った。大阪の街でカジイと回避、時には一緒に街を歩いたりした。うのさん、僕の病気が悪くなって、もし死ぬようなことがあったら、僕の家へ来てくれますかと、例によって目を糸のように細くして笑いながら言った。ええ、行きますと元私は答えた。そして、僕の手を握ってくれますかと重ねて、カジイは言った。ええ、 あくつてあげますとも。と私も重ねて答えた。カジエはそれから実機に死んだ。カジエが死んだということは、もちろん、その家族から私のところへは知らせては来なかった。家族の私に対する感情は、こうもらうかということを、私は察していた。うのちよ、あのカジエ次郎の笑い声、北川冬彦から、死集、戦争を送られ、元次郎は、その評論を書き、 堀り立つを、川端康成と、横光リ一が参加している雑誌、文学11月号に発表した。11月、元次郎は、体調が思わしくない中、除隊を控えた、中谷隆夫のいる、福知山不評、第20連隊に面会に行って一泊するが、帰りの駅の階段で、汽車の梅煙を吸い込み呼吸困難となり、数日間寝込んだ。12月、東京から、 兵庫県足屋市に転居した、宇野千代が神戸に引っ越したため、元次郎はまた会いに行った。千代が初めて新聞小説を連載することを聞き、元次郎はその題名に、消しはなぜ赤いとつけてやった。神戸に一泊して実家に戻った元次郎は、のんきな患者に取り掛かり、眠れないほど執筆が進んだ。中旬、淀の竜造の家に、清水義しと泊まったが、帰りのタクシーで、 呼吸困難となり、一週間ほど寝込んだ。1930年正月、肺炎で二週間寝込み、父の一周期も参加できなかった。しかし、露化前週の広告文に書かれていた、未だ世に知られざる作家が、その焦燥特問の中に書いたものほど人の心を、動かすものはないという一文を何気なく読んで奮起した、元次郎は、自分のことを言っているように思えて、襟を正し、 病床でゴーリキーのアルタモノフの一家の事業やヒルファーディングの金融資本論などを盛んに読み、前年暮れにもレマルクの西部先生以上なしを独領していた。元次郎は父が持っていた安田禅次郎伝に触発され、客観的な社会的小説を書きたいと思うようになるが、それは流行のプロレタリア文学のようなものでも新感覚派でもなく、 人々の生活の実態を捉えたものでなければならないという意気込みを見せ根の深いものが今の分断には欠けていると中谷に書き送ったこの時期リケンズメリメセルバンテスのドンキホーテを何度も読んだ2月岸山やの忍術武勇伝に好感を持ち後輩の武田林太郎のある女屋に刺激されて伊原ラ才覚を読み始めた元次郎は自分が 小説の本領に近づきかけていると感じた。母、久が肺炎になり、大阪赤十字病院に一時入院すると、元次郎はほぼ毎日病院に通い完備をし、下旬から3月初旬に自分自身も発熱や呼吸困難で寝込んだ。3月中旬に母が再び腎臓炎で入院。姉を呼んで自分もタクシーで母の看護に通い、病院から 闇のいまき、のんきな患者の構想を北川冬彦に手紙で知らせた。4月下旬に母が無事退院し自宅療養となった。元次郎は自室に悩まされた。5月、走行、猫から愛部を書き上げた。弟、イサムが近所の馴染みの娘、長山豊子と結婚したため、元次郎は母と待って両吉と共に兵庫県川辺郡痛み町。 堀越町26の兄、健一の家に移住した。その後、母と両吉は、大阪市住吉区の家に戻り、元次郎だけ、伊丹町に残った。6月、愛部が、北川冬彦と、三好達治、淀野隆三らの同人誌、し、現実総刊号に発表された。この作品は、友人間で評判が良く、川端康成も、雑誌、 作品7月号の作品表欄で取り上げ、気品差を商用した。7月、発熱が続いたため大阪の実家に戻り、診察してもらうと遺言になっていた。8月、宇野千代が、尾崎四郎と正式離婚し、その後千代は、東郷誠二と再婚した。結婚通知のハガキを受け取った元次郎は、しようもない奴と結婚しやがってと吐き捨てるように、言ったのを、弟嫁。 豊子が聞いた。同8月に闇の絵巻を書き上げ、9月初めに痛みの兄の家に戻った。闇の絵巻が死、現実、第2冊に掲載され、川端が読売新聞の文芸辞表でその作品を取り上げ、その澄んだ心境を商用した。9月下旬、兄一家が川辺群島の村大技戦争生じ池の上に転居し、元次郎もその離れ屋に落ち着いた。 そこは、人里離れた土地で、家賃も安く、エンジニアの兄の仕事の無線更新実験に適した場所であった。兄の子供らは元次郎に懐いて、ついつい離れ屋に遊びに行った。その後、この家に母と、まって、両吉も同居するようになり、母は元次郎の面倒を見た。10月、元次郎は、後輩のヨの流像にあて、生活に対する愛着を解き、 よどのの使用する関連的な言葉遣いを批判的に指摘した。また、辻野久則が自然主義や私小説の行き詰まりを論じたことを文切り型だとして反対し、ルソーの告白録に連なる島崎藤村の残悔の系譜西欧のリアリズムの客観的手法、徘徊者成分の系譜などを考えずに一様に混同することに異議を唱え、 自分の経験したことを表現する文学の制度を説いた。夏弱釣ったのは胃のためだ。初期と下熱剤の連用のため胃が働けらかなくなったのだ。だいぶ痩せた。どうもだんだん痩せるようだ。もし体が続けば、この秋中に小説を書くつもりだ。題材は、天下茶屋の生活。僕のその日暮らしの生活をそのまま書いてみたく思っている。梶井い次郎。 中谷鷹尾宛て11月、次号の詩、現実第3冊に発表する作品原稿が挫折した。この頃、草稿、ことを持つた古事記と舞踏人形、海が書かれたと推定されている。12月、詩、現実第3冊には、冬の日が再掲載。見舞いに来た、淀野隆竜に、交尾の原稿を見せて渡した。元次郎は、淀野と近所を散歩中。 東京の横光はどうやと質問し、勢いのあった横光リーチをライバル視していた。12月下旬、母が安倍野の小間物屋を手伝うために帰ったため、元次郎は寒い冬を万年床で過ごした。この頃に、走行、温泉が書か,かれたと推定されている。野菜や肉など食事は十分にとり、友人らが手土産に持ってくるいたチーズやバターも食べていた。 元次郎だったが、体は、随分痩せてきていた。北の中学時代からの友人や、元、青空同人らは、皆社会人となり再退していた。結核持ちの元次郎だけが取り残された。1931年1月、神戸が尾が、小野松寺の主催雑誌、作品に発表された。伊ぶせ松寺はこの作品を、神業の小説と共担して商用した。以前揉めた、 尾崎き郎からも好評のハガキが来て、元次郎は嬉しさを感じ、必ず生、ママの作品を書き、地球へ後を残すつもりですと返信した。しかし流感で発熱が続いて寝込む日々が続いた。月末に見舞いに来た、三好達治は痩せて、頬のこけた、元次郎の衰弱ぶりに驚き、生きているうちに、友の創作集の出版を、 淀のノ造と相談し二人で奔走した。淀野は死、現実の版元の古書店、武蔵野書院から出版できることを元次郎に知らせた。元次郎は二人が版元に渡すため原稿用紙に写し作業をすることを心苦しく思い、僕の本のことでいい時間を使い、不ことをやめてほしいと気遣うが、友の行為を涙が出ますとありがたく受け取った。二月中旬に、 やっと月は下がるが、元次郎は床に伏したままであった。淀野からの問い合わせに元次郎は答え、作品集のタイトルをレモンに決めて構成などの方針を母の代筆で書き送った。3月、作品の作品表で、イブセマスジが交尾を取り上げ、水際立っていると公表した。この頃元次郎は大便を便所に立って行けるようになり、 ようやく寝床で起きて食事ができるようになったが、春過ぎまで寝たり起きたりの日々が続き、枕元のラジオをよく聞いていた。4月、作品集の構成釣りが出来上がった時、元次郎は土地の花をレベル以下として削除するように頼んで、ヨド野ラに牢を詫びた。川端康成が読売新聞に芸術派、明日の作家、芸術派雑誌指導人批評で元次郎の名前を挙げた。 5月、小野松寺も作品の文芸辞表で元次郎の作品に触れた。元次郎は健康になるため、近所の人が殺したというマムシを母に拾ってきてもらい、食べた。5月15日、初の創作集、レモンが刊行された。元次郎は18日に届いた本を1日眺め暮らし、これからだと自分を励ましながらも、病気のことを考えて、絶句した。 ヨドノラはレモンを作家らに寄贈した。下旬に中央公論編集部の田中誠二郎から作品を見たいと手紙が来た。これは新人作家の八重樫博が元二郎を推薦したためでその話を同時4月号に北方が推薦された北川冬彦から伝え聞いた元二郎は文壇の総合文芸史にデビューできる嬉しさを味わった。6月創作集。 レモンの反響が現れ、死、現実第5号に、丸山薫が、レモンについてを乗せ、井上義雄も、死と3分で激唱した。中旬に、奇襲の親類が、湯崎で捕まえ送ってくれたマムシの生き疑問を飲むが、に、3日後に不死となり、腎臓炎と診断された。7月、新聞学研究第3週で、伊藤聖が、3つの著書として、桃田総治の、 パイプの中の家族、横光一の機会と共に、レモンを公表した。中旬に届いた、淀ドの竜像、佐藤正明役の、プルースト、失いしときを求めての第一巻、スワン家の方を、元次郎は読み、プルーストを、狭い世界の大物と称賛した。元次郎は、井上義雄の書評を喜んだことを、北川冬彦に書き送り、僕の鑑賞の仕方に、 対象の中へ事故を再生さすという言葉を与えてくれただけでも、僕は非常にありがたいことだったと告げた。8月、創作集の印税75円を受け取った。元次郎は家族からせっつかれ、なかなか入らなかった印税を半元に催促するよう、よどのに頼んでいた自分を恥ずかしく感じた。生活費に困り、印税を当てにして、母は蚊帳を買って布団も作りたいと言い、 末程も参考書を欲しがっていた。9月、雑誌、作品に、プルーストのスワン家の方の書評、親近と拒絶を発表した。元次郎は、階層というものの取る、最も自然な形態には、違いないと評価しつつ、プルーストの階層の完備を拒否し、自分の素朴な経験の世界へ着こうとする姿勢を示した。その頃、家の中では兄嫁、秋江が、 子供らが元次郎に懐いて、離れにしばしば遊びに行くことを嫌がりしゅうとめのひさと時々衝突することがあった。そして9月下旬、ひさの留守中、そばに寄ったら、病気がうつると子供に注意した一言を聞いて怒った、元次郎ともめ、兄嫁は子供二人を連れて実家へ帰ってしまう事件があった。10月、弟、いさむが元次郎を引き取りに来て、母と共に、 大阪市住吉区の実家に戻った。元次郎は浜寺や機内に療養地がないかと考えたが、すぐ近くの住吉区王子町2丁目13番地に空き家があったため、そこに移住した。ボロけで狭かったが、実家から2分ほどで、食事の面倒も母に見てもらえた。一応は、独立した家に、家事元次郎と自室の表札を掲げ一人で住む、ことに元次郎は考えを覚えた。 戦争からの引っ越し荷物の中に、中央公論からの12月号への正式原稿、依頼があったのを見つけ、間に合わないために新年号に延期してもらった。11月下旬、病状が重い中、のんきな患者の執筆に懸命に取り組んだ元次郎だが、思うようにならず、12月2日に、冒頭から書き直して9日夕方に完成させ、母の構成で10日の深夜2時に、やっと聖書ができた。 弟、イサムはそれをもって、オートバイで大阪中央郵便局まで飛ばし、航空便で東京の中央抗論車に送った。中旬、執筆や、転居の無理がたたり、元次郎は、カンフル注射や、酸素吸入で看護される、病床生活になった。一足先に20日に新年号が元次郎の元に届き、24日に、現行料230円が送金されてきた。 これが元次郎の初めて手にした原稿料であった。元次郎は母に金時計を買ってやると言ったが、そんなピカピカしたものはいらんと母は遠慮した。歳末には母と大阪の丸禅に出かけて、その原稿料で弟の嫁の三姉妹に、ショール、自分にはおのとの万年筆を買った。この月、元次郎は作品からの依頼原稿のため、 走行、温泉に取り掛かっていた。1932年1月、のんきな患者が中央公論新連合に発表された。この作品は、正宗白鳥が東京朝日新聞で褒め、直木35が読売新聞の文芸辞表で取り上げ、シャッポを脱いだと評して好調であった。しかし7日、体調の優れない元次郎は作品編集部にあて、 約束が果たせないかもしれないと書いた。中旬、母は、元次郎と一緒に落ち着いて暮らせる家を、住の駅の北島や、姫松、田辺方面に探した。絶対安静の床で元次郎は、のんきな患者の続編を考えていた。早く起きて小説が書きたびです。小説のことを考えると興奮して寝られなくなるので、困りました。それが、 この頃だんだん良くなってきてからは別にそうも考えず、夜も昼もよく寝ます。今度は、あれの続きのようなものをやはり書きたびいいのです。のんきな患者が、のんきな患者でいられなくなるとこまで書いてあの題材を大きく完成したいのですが、それができたら僕の一つの仕事と言えません。梶井い次郎、飯島正宛の書簡2月、小林秀夫が、 中央口論でレモンをはじめとした元次郎の作品を称賛した。しかし元次郎は嬉しいながらも小林がのんきな患者を論じていなかったことが少し心残りであった。病床で森外の詩伝、歴史文学に親しんでいた元次郎だが次々と友人らが見舞いに来ても胸の苦しみであまり喋れず次第に本を読むこともできなくなってきた。 下旬に往診に、医師から心臓の応援と診断されて、胸を氷で冷やした。3月3日、一時気分が良くなり、頭を洗ったり、髭を剃ったりするが、母は往診の医師の家に行き、今度不死が出たらもう長くは持たないと警告され、絶望しながらも覚悟を決めた。需要のあるバターや、刺身や肉類に飽きた、元次郎のため、母は旬の野菜や、 スイカのならつけなど欲しがるものを食べさせたが、この頃から元次郎は噛むことも辛くなり流動食になった。次第に妖態悪化し、12日から13日、元次郎は狂人のように肺結核に苦しみ、酸素ボンベ吸入をして、やっと眠った。17日の午後2時頃起きると顔が2倍になるほど、フッがひどく出て、手も腫れていた。元次郎は、 手鏡で確かめたがったが、見ない方がいいという母に素直に従った。食欲もなくなり、この日でもと次郎の日記が途絶えた。この頃から、兄や姉を家に呼んでほしいと、寂しさを訴え、19日には、別宅にいる弟、イサムと両吉を枕元に呼んで手を握らせた。20日には、京都帝大工学部の入学発表から帰った、両吉の勇ましい下駄の音で、両ちゃん。 試験は良かったなとつぶやき、声を上げてなく弟を笑顔で祝福した。21日には、ひどい不死の手当てをする医者に、もうダメでしょうと何度も尋ね、22日は、朝から激しい苦痛で、夜半に、母が呼んだ派遣看護婦の荒い応対が気に入らず、返して、姉妹へと言い張った。23日、元次郎は、朝から苦しみ、姉に会いたがり、肝臓の痛みを訴えた。 医者の投薬と注射で、うつらうつらの状態の夜、元次郎は、豚腹を要求し、イサムが、やっとのことで求めてきた薬を飲んだ。酸素吸入も効かずに激しく苦しむ元次郎に母は、まだ悟りというものが残っている。もし幸いして悟れたらその苦痛はなくなるだろうと、悟した。元次郎は死を覚悟し、悟りました。私も男です。死ぬなら、 立派に死にますと合唱し、弟に無理を言ったことを詫びて、目を閉じた。その方に、一筋の涙を伝うのを、優の嫁、豊子は見ていた。夕刻前に元次郎は、意識不明となり、家族が見守る中、24日の深夜2時に、永明した。31歳坊つ。奈良県高市郡が須村の忠祥寺の装飾、順誠になっていた、いぼて。 阿ボ氏純蔵が駆けつけ、ツヤで同居した。遺言により棺は茶の葉が詰められ、上部は草花で飾られた。戒名は大山院君子寺。二25日の午後2時から王子町2丁目13番地の自宅で告別式が行われ、15時に出館した。 安倍の葬儀場のダビに付された遺骨は、南区中寺町常国寺二丁目にある菩提寺の日蓮州常国寺の梶池代々の墓に収められた。梶井元次郎の作家生活は実質七年ほどで、そのほとんどが同人時代であまり注目されず、死の前年から認められ出したものの、その進化が本格的に高まり、独特な地位を得たのは死後のことであった。 カジーが生存していた時代の文学の潮流は、新現実主義、新感覚派、新工芸術派の一群と、プロレタリア文学であったが、今やカジーの得意な文学はそれらよりも抜きんでて、現存しており、普及の古典となっている。平田月三郎は、カジーの作品は、やめる生の表現であるが、そこに現れているものは、成長な生の息吹だとし、以下のように表している。 カジイ文学が全体として、我々に与える印象は、何者にも曇らされるところなく、斧が生を見つめたものの、性質にして透明な生の現実に他ならず、従ってその作品の基調となっている検体や、肥労や大敗はそこで洗い清められてしまっているとも、言えるのである。この逆説的効果にこそ、カジイ文学の秘劇が潜んでいると言えるのである。平田つ三郎、解説。 カジーの短編作品群をおよそ類例がないとし、模倣仕様にも我々にはできない独特なものだと位置づける安倍昭はカジーの底抜けに子供らしい探求心や雲またらくなりと言いたげな公文の国旗の表情などから理科系の青年の資質がやはり感じられ、それは言葉の最も純粋な意味で健康ということかもしれないとし、その健康がサナトリウム臭い風景や 病弱な、詩人めかした趣味と家事が無縁であった理由だと考察している。淀野隆リも家事の作風を大敗を描いて成長、衰弱を描いて健康、焦燥を描いて自弱、誠に活達にして重厚と評している。鈴木定美は家事の歩みは死によって途絶えてしまったが、自らの作品を借り物の衣装で飾らず、自分のうち、 から立ち起こってくる表現への欲求にあくまで忠実であろうとし、そうすることで初めて現代の不幸な魂の実相に、整列な表現を与えることのできた作家だと位置づけ、諸作品に見られる作品傾向を以下のように解説している。大きな社会の営みから見れば全く取るに足らない、そして一人の人間の人生にとってもほとんど意味を持たない微妙な気分の変化や、 意識の現象を言葉に定着することに、カジイは不信した。それらは書か,かれなければ、うんさん無償してしまうものでしかなく、そうであるがゆえに、書くことによって、初めて客観的な形を与えられるものであった。鈴木定美、飯倉方片町で、井上義雄は、カジイの描写感覚や心理構造を、ケと表し、その特性を、見ること、己を放棄して、 大象の中に再生することと表現して自我と世界との分離という近代知性の苦悶と敗北を乗り越える地平を見出している。火事意にあっては風に運ばれてゆく新聞紙とそれを見ている私とは決して別のものではない。大象を見るとは大象の中に生きること以外ではないのだ。おそらく原始人だけがこのような風景を知っていた。 石の中にも、木の中にも、己の中と同じようにうごめいている精霊を感じて、それと逃避、恐れ、火を焚いて祈った、あの原始人だけが、このような感覚の初発性を持っていた。私が経うというのは、これを言うのだ。井上義雄、新刊、デモン横光リーチは、火事について、生というものをこれほど見極めて描いた作家は、まだ、日本に一人もいなかったと称賛し、 梶井氏の文学は日本文学から世界文学にか、かつているわずかの橋のうちのその一つで、それも腐り落ちる、憂いのない強力からのもの、まにたくましい文学だと評している。三島幸男は現代史において、小説を純粋な自由意志の産物にするための論考の中で、日本人だけに許された現代小説の一方法に、私、小説的方法があるとしつつ、 これには様々な困難な条件があって、それは私小説が新編雑誌に留まることなく、小説ジャンル全体の現代の運命を打て、無限に歌へ近づくことでなければならないと考察しながら、以下のように、カジの小説が秘めていた可能性を高く評価している。いかなる天変地異が起ころうが、世界が滅びようが、現在ただいまの自分の感覚上の、 純粋体験だけを信じ、これを叙述するという生き方は、もしそれが、梶井ー・次郎くらいの私的結晶を成就すれば、立派に現代小説の活路になり得る。三島由紀夫、現代史としての小説、梶井ー・次郎の外見は、がっしりした頑丈な体格で顔つきも武骨そうであるが、笑うと、目が、糸のようになり入和なイメージになるという。モトは、 自身の顔のまずさを諦めていた。かじの要望は目と鼻とに際立つた特色があった。彼の厚ぼつたいまぶたに、おほはれた、細い目は、時にこずるるいような感じを与えないではなかったが、顔の中央に丘のようにひい出たその鼻はいかにも頼もしい男らしさを、うつつはしていた。 それは太い大きい容積を持つた立派な花で、彼の要望全体に力強い立体感を与えていた。中谷隆夫、梶井元次郎、京都時代参考時代に二度落第し、参考の主、古田抜きと言われていた頃は、破れた学帽に汚れた肩掛けのズックカバム姿で、頭髪にも無頓着だったため、友人らが金を出し合って、散髪に行かせたりしていたが、ポケットから、 なめし側の袋に入ったドラハムの粉を取り出し、パイプでパクパクといい音をさせて、吸ったり、巻いて、吸ったりとやることがおしゃれだったという。湯ヶ島滞在から東京に戻った頃は深みのある顔に変化していたのがありありとわかるほどだったという。元次郎は非常に五感が鋭く闇夜で一丁離れた花の匂いも判別できるほどの嗅覚であった。耳もよく、 別部屋の話し声や手紙や号外が入った音、外から戻ってくる弟の下駄の音で、その感情も分かったという。味覚も鋭く、平林英子の作った汁物に、ほんのちょっとだけ砂糖が入っているのも分かった。音楽好きで楽譜も読めた元次郎には、様々な生活音も音楽に聞こえた。カジの耳には、汽車の車輪の音も、雨の音も、鉛筆の走る音さえも、 楽しい音楽に聞こえたり、時には我慢できない音楽に聞こえたりした。また彼の目は、空の色を、雲の色を、シーアカネの色を、そうし、闇の色さえも見分けられた。そうして、いつも楽しさ、うに、それを話した。殿村茂、梶本次郎のことクラシックやオペラが好きで、バッハやヘンデルなどの譜面を所蔵し、宝塚歌劇団にも通っていた。来日したエルマン。 ハイヘッツ、ジンバリスト、ゴドフスキーなどの演奏会は、ほぼ全部聴きに行っていた。演奏会を聴きに行くときには、いつも、譜面を携えていた。曲の演奏が終わると同時に、実に、巧みなタイミングで、先導的に拍手を送る元次郎に、一般客は驚いて感心している様子だったという。客は、元次郎の拍手の音で、初めて曲が終わったことを知り、慌てて、 拍手をした。自身も歌うことが好きであった元次郎は三高時代の寮でよく寮歌を歌った。廊下を歩きながら腹から出たの太い声で朗々と怒鳴って三条大橋や四条大橋などの大きな橋を渡る時も大きな声で歌いながらカ歩していたというベートーベンの公共曲なども譜面を見てよく歌っていた。民民ゼミの泣き真似もうまく泣き声の抑揚が 真に迫っていた時はまるで本当のミンミンゼミになっているようだったという。奉仕ゼミの鳴き方の微妙な違いを聞き分け、セミが文法の稽古をやっていると元次郎は表現している。リプトンの紅茶を飲むのが習慣であったが、喫茶店で友人と飲むものも、レモンティーやレモンを浮かべたプレーンソーダを非常に好んでいた。レモンは日頃から持っていて中谷隆夫にも、 それ食ったら、あかんぜと手垢にまみれたレモンをあげることもあった。レモン以外の果物を眺めるのも好きであった元次郎は、湯ヶ島では川端夫人からもらったリンゴを夜通し磨いて、ピカピカにして、床の間に飾っていた。そのリンゴを見つけた、三吉達次がかじると、元次郎はいきなり無言のまま三吉の頭を殴った。食べ物も当時としては贅沢な洋食を好む、グルメであった。 銀座でフランスパンを買い、カフェーライオンにビフテキを食べに行っていた。実家で西洋中も東京暮らしの時のように昼からカツレツなどの肉食、刺身を食べた。食品のブランドにもこだわり、バターは小祝い農場、紅茶はリプトンのグリーン缶と決まっていた。お茶もヨドの龍蔵から送られた高価な玉露をどっさりと惜しみなく急須に入れて飲んだ。 日用品にもこだわりを持ち、マルゼンや、急遽堂で買った、文房具やフランス製の高級石鹸、ウビガンのポマード、小道具屋で見つけた水差し、サモワール、コーヒー挽き、オランダ皿、ブライヤーのパイプなどの西洋雑貨を買って楽しんでいた。元次郎は長く、結核を患い、医師からも養生を警告されていながらも、行動は、健康な青年と変わらずに振る舞い、 他人にそれほど重病だとは思わせないようにしていた。湯ヶ島滞在中も、広津和夫の小学生の子供と一緒に、裸で2時間も川に浸かって釣りをしていた。またある日、生汗を滲ませ、青白い顔をしていたため、同行していた、倉原慎次郎が無理をしないように助言した時も、いいや無理をしているんではないんですが、寝ていたつて同じなんですと元次郎は言ったという。自身が病気なのに、 飯島忠ただしの病気見舞いに人力車で駆けつけたこともあり、逆に飯島から養を第一にしろと怒られると、素直に何度もうなずいて、苦しそうな息をこらえながら、目を細めてニコニコしていたという。元次郎は友人が自分の結核が感染することを恐れていることがわかるとひどく傷ついた。よの竜の下宿に行くと、毎回店や物が出されるので、 自分の結核のためだと気にした。友人らはそれを元次郎のわがままだと感じたが、元次郎にとっては自分に、それを気づかされるようにして欲しくはなかった。湯ヶ島滞在時に何人かが集まり、スイカを全員で食べることになった時も、元次郎はそれを半分に割り、自分が使ったスプーンを突っ込んですくって食べ始めたため、誰もスイカに手を出せなくなり一座の空気が一瞬、凍りついた。 しかし、元次郎はそれに気づいていながらも、そ知らぬ顔でがむしゃらに食べ続けたために、逆に皆の気まずさが救われた。広津和夫は、そんな元次郎に、強靭さに感銘し、これは偉いぞと感じたという。誰かの下宿に、同人らが集合して、コーヒーを入れた時に茶碗が足りないと、元次郎は、自分が飲んだ茶碗を簡単に拭いただけで、差し出したりした。 それは元次郎が無神経でやっているのではなく、病気に抵抗しているんだと、靴が吉之助は感じたという。その一方、元次郎の部屋で5日間過ごした北上生が、一つしかない元次郎の茶碗で平気でコーヒーを飲んでいると、おいお前、備えしたらあかんでと落ち着いていい、年下の者には特に優しかった。しかし、中谷高尾や吉達次郎とは鍋を一緒に囲んだりも、している。 中谷高尾は後に、俺は、結核のことを、よく知らなかったんだよ。若かったねと、回想している。下宿の隣部屋に、三吉達治が同居していた時、ある晩元次郎は、どう酒を見せてやらうか、美しいだらう、と三吉を呼び、ガラスのコップを伝統にかざしつかして見せた。その美しい鮮明な赤い液体が、元次郎が直前にか血した血だと言われるまで、三吉は気づかなかった。 それは、茶目っ気まじりの元次郎のブラックユーモアであったが、病気への抵抗と美意識が感じられたという。そんな強気の元次郎であったが、体がだいぶ弱ってきて稲の村の戦争にいる頃には、見舞いに来た丸山薫をもんで見送るときに、たとえライオンが追いかけてきたって、もう僕は似た足と走れないのだという、悲しげな快逆を言っていた。ちなみに、三好達次は、 元次郎の亡くなる少し前に彼の家に泊まったがその時に罹患したのか三好はその後に結核になってしまう病院に入院した三好は見舞いに来た友人に入った血をグラスに入れ葡萄酒を見せてやらうか美しいだらうといつかの元次郎の真似をしてみせた三好は幸い助かるが元次郎は亡くなってしまったそれについて三好は 元次郎から病気をもらったのだと弟子の石原やつかに語っている。結核のために書体を持つことを諦めていた元次郎だったが、亡くなる約4ヶ月には見舞いに来た姉、藤に、実はなあ、僕、この頃結婚しようかと考える時もあるねんと、誰も当てがないにもかかわらず話したという。誰もおらんけど、結婚するんやったら、看護婦さんとやな、これ以上。 母さんに苦労をかけとうない境なという言葉に、藤が思わず、胸をつかれて黙ると、元次郎は慌てて、笑い声を立てて、冗談めかした。元次郎は、青空の同人のまとめ役的な存在で、同人間で仲違いがあると、二人に手紙を出し、仲良くするように仲裁することにも熱心であった。また、一度知り合い婚姻になった人物とは、永久的に交友しようとする傾向があったという。 友人思いで、自身が同人となった文芸都市に中谷隆夫と淀ドの竜像を入れることに尽力し、倉原慎次郎らの同人雑誌、音取りにも中谷隆夫を入れてほしいと依頼していたこともあった。そして、それに応じた倉原への謝礼の別の手紙には、自分が頼んでいたことに一切触れずに、倉原の行為や力だけを感謝するという繊細な心配りの姿勢があった。 子供にも好かれ、湯ヶ島温泉、湯川屋の主人の子、安藤君夫がよく元次郎になついていた。夕方や日曜日に君夫を見かけると、大焼けちゃんをおいでと自分の部屋に招き、紅茶や、駿河屋の洋館をご馳走し、共同風呂にもよく一緒に行った。君夫の友達4人を元次郎の部屋に遊びに来ると、容疑者のトンネルで窓ガラスを引っかく老婆の幽霊の階談話など、様々な、 面白い話をしたという。女性にも、新種で、北川冬彦の妻の中町貞子が、用事で電話をかけに行かなければならなくなり、その場所がわからず、夫に同行を頼むが北川がぐずぐずしていると、たまたま遊びに来ていて、高熱で横になっていた元次郎が、すっと立ち上がり、遠慮する貞子を静止し、その電話の場所まで連れて行ってあれこれすべてやってくれたという。また、 貞子が夫に命じられ、自分の着物類を持って七夜に行くときにも、初めてのことで戸惑い恥ずかしい思いの貞子の気持ちを、察し、代わりに、七夜に入ってくれたという。松坂城司の文学秘書は、中谷高尾山の頼りをお知らせいたします。桜は、八重がまだ先ざ算つています筒子が火がついたように咲いて、来ました尺投げは、湯本館の玄関のところにあるのが一作日一輪。 今日は、清洲の滝の方で、満開の一株を見ましたが、大抵はまだつぼみの、紅も刺していないくらいです。元々畑は、掘りり返し絵されて、縄白殿になりました。もうツバメが来てその上を飛んでいます。梶井元次郎、川端康成宛の書簡各参考文献の家系図、年譜、経歴内の情報による、小説集作、試作以降、断片星印は、課題批評。 感想、ありがとうございます。